この夏開かれる音楽の絵本は普通のコンサートではありません。なんと出演者は全員動物たちなんです。今日は特別に出演者の皆さんをご紹介しちゃいます。まず一組目はズーラシアンブラス。指揮者のオカピがリーダーで、トランペットやトロンボーンなどの金管楽器を演奏する動物たちが集まった楽団だよ。あらあら、ちょっと失敗しちゃったのかな。トロンボーン担当のスマトラトラさんです。お調子者で俺様キャラだけど、実はあがり症。緊張しないように大きな拍手で盛り上げてね。続いて四つ子の狐サキソポックスです。サクソフォンという楽器で演奏してくれるよ。注目の演奏者はラトゥール。努力家で頑張り屋だけど、かなりのおっちょこちょい。最後に紹介するのはウサギのベス。普段はバイオリンやチェロなどの弦楽器を演奏するウサギ四姉妹、ツルウサギのメンバーだよ。三女のベスはピアノが得意。とっても内気で外に出るのが苦手だけど、楽器の前に立つとキャラ変。不思議と落ち着いて演奏できるんだって。こんなメンバーでお届けする楽しいコンサートは8月24日土曜日15時より小金井宮地楽器ホールの大ホールで開催。夏休みにご家族揃ってお楽しみください。チケットはインターネット、電話、もしくは窓口でお求めください。